これをそこに置くんですね。はい、それをそこに置いてください。これをここですね。はい、はい、これをあの上に乗せてください。これをあの上に乗せるんですか。いや、これを隣の部屋に運んでください。それを隣の部屋ですね。はい、はい、これをこの下に入れてください。これをその下に入れるんですね、はい、これをその上に乗せてください。これをこの上に乗せるんですか、はい、よっ。あれをここに置いてください。あれをそこに。すみません、今何時ですか。9時半です。今何時ですか。12時です。今何時ですか。1時半です。今何時ですか。あ、3時10分です。今何時ですか。わかりません。漫画。ミネさんは新聞を読んでいます。ミネさんはコーヒーを飲みながら新聞を読んでいます。ミネさんはコーヒーを飲みながら新聞を読んでいます。カイホーさんも新聞を読んでいます。海宝さんはお菓子を食べながら新聞を読んでいます。海宝さんはお菓子を食べながら新聞を読んでいます。杉原さんはお菓子を食べながら音楽を聴いています。杉原さんはお菓子を食べながら音楽を聴いています。これは私のお菓子です。若い人たちがダンスをしています。若い人たちがダンスをしています。男の人が写真を撮っています。男の人が写真を撮っています。女の人がダンスを見ています。女の人がダンスを見ています。子供が遊んでいます。子供が遊んでいます。女の人がアイスクリームを食べています。女の人がアイスクリームを食べています。鳥が鳴いています。鳥が鳴いています。犬が走っています。犬が走っています。電車が走っています。電車が走っています。 Let's take a break here and look at some public telephones in Japan. There are many different types. Japanese public phones can be found almost everywhere.Many public phones are now of the push-button type. Another recent development is the introduction of phones which are operated with credit cards. Well,
Let's get back to our study of Japanese and review some more skits. 杉原さん、ね、杉原さん。暗いですね。怖いですか？とても。怖かったですか？え、怖かったです。あの、もっと見たいですか？え、見たいです。じゃあ、私は帰ります。面白かったですか？面白かったですよ。あれ、え、ミネさん、ミネさん、私ですよ、ミネさん。あー、面白かった。ではこちらでどうぞ。はいはい。ですか？ちょっと大きいですね。あら、本当ちょっと大きいですね。ではこちらをどうぞ。はいはい。いかがですか？ちょっと小さいですね。本当にちょっと小さいですね。ではこれをどうぞ。はいはい。いかがですか？小さくありませんか？いえ、小さくありません。ちょうどいいです。まあ、とってもお似合いですよ。食べたいですね。テニスしたいですね。ですね。海、泳ぎたいですね。